ちゃん、お兄ちゃんが高いところに登ったよ。ジャン君。ジャン君。その上も乗っていいよ。ジャン君。ジャン君。似合うね、ジャン君。ジャン君。シビロコウさんの横にいていいよ。ちょっとなんかお辞儀してるけど、ハシビロコウさん。はい、落ち着いた。やっぱ高いとこはいいよね。いいよね。それを見上げてないんじゃないか。ちょっと見てたよね。今ちょっと横見ちゃったな。それを見つめるポンジャン君でした。はい、お届け物です。所さん、お届け物です。いっぱい黒湯明さん、お届け物です。今全部を一回出してみました。はい、いっぱい入ってます。まずは、うわ、でかいぞこれね。生配信でちょっと言い過ぎちゃったかなってちょっと思っていたんだけども、うん、やはりか。あれフライパンをいただきました。ちょっと開かない、すごい厳重に。あのね、立派なセロテープでなかなか開かない。ちょっとうちのフライパンがね、もうだいぶ長いこと使ったので、テフロンとかが取れてちょっとこびりついちゃうっていうのを、うん、ついペロッと喋ってしまいましたので、うん、毎回喋ってるもんね、はい、で、一応ですね、家に余ったものをというふうにおっしゃっていますが、すごいいいやつやんけ。なんかすごいいっぱいついてるね。え、あれ、よいしょ、めっちゃいっぱいついてる。イケアやんけ。しかもこう取っ手の取れるイケアじゃんね。あ、取っ手は取れないのか。イケアは取っ手を取れないでしょ。でもこれほら、あ、これを外してつけてね、なんだね。あ、これフライパン、うん、こうやって売っているっていうことね。解体された状態で、ほうほうほう、はい、で、2サイズ、そして3サイズ目。なんかすごい、あら、まあ、すごいいっぱいだよ。こんなでっかい、オムレツができるよって。オムレツが思い出せない。こっちのちっちゃいやつ、ね、はい、これオムレツで使わせていただきます。ありがとうございます。います、その前にいただいたフライパンもよく使えましたが、めっちゃいっぱい使ったので、代替わりになります。でも私ね、まだ使えるんだ。私使い道あるんだもん。焦げ焦げのやつ、全然焦がせないように大上手に付け替えるようになってるんだ。ということで、これ中はまた別のものが入ってるのね。あ、これは油を取るやつ。綿、はあ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 、綿で綿具も、うん、でそのまんまゴミとして捨てるんだね。そうだね、残った油も少量でぐんぐん通す。はい、で、これは卵のプリントをした何か、あ、ジップロックみたいなやつかな。あ、そっか、そうだね。そうだね。ピッて開けてね。はい。これ便利なんだ。これは多分フライ返しですね。そう、わざわざね、フライ返しまでね、なんかあの、無印良品で。こういうのがこう加工が取れないやつですね。そうそう、これを使いましょうということです。よかったね。はい、あ、目玉焼きちょうどいいかも、これ、うん、ちょうど目玉焼きサイズですね。いい感じだね、はい、そしてこれは、これは蓋かな、なんだ、あ、違った、置き、鍋置きです。ありがとう、すごい、なんかとてもとてもだ、ね、はい、じゃあ鍋を置きます。至れり尽くせり。そして、辛くないほうれん草のキーマカレー、これうちの母に、あ、これあれだよ ね、あの無印良品のやつ、美味しいよね。はい、ありがとうございます。これここね。はい、そしてこれは、これは生ものですね。そうなの、あ、果物、そう、果物です。はい、はい、どうぞ。はいはい、ジャン君おいで。今日はポンちゃんチェックなしでジャン君チェックです。あ、ポンちゃん向こう、向こうのお部屋のね、暑いところで寝ています。はい、締め出されています。あれ、なんでさっき開けといたのに。俺か、帰ってきたぞ、俺か。
洗濯物も。みかん。まだ。みかんです。みかん。ありがとうございます。みかん美味しそうです。ちょっと今ね、喉がガラガラしているので、みかん食べて、うん、あれしたいです。このザラザラっていう。なんか、これ面白い。ハロウィンのやつ。はい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 、ライトが、うん、てるてるくんになってるんですね。ね、かわいいね、はい。ありがとうございます。やります。タイガーなんだっけ？フライングタイガー。タイガーで書いてある。これはなんだろう。これはなんだろう。金魚。お魚だね。ああ、英語じゃないんだね、これね。子供用絆創膏防水12枚。おお。やった、これがこういうサイズで絆創膏なんだ。 あ、そうか、これもそうなんだ、うん、そういうことだね。あ、ジャン君に噛まれるからね、私がね。そういうことだったね。でも魚の形してたらもう一回噛み直すよね。キャンディ、そしてん、あ、プチプチのパチパチなるやつね。パチパチするやつ、これ好き、これ。おお、そうか、プチプチプチ、はい、ありがとうございます。なんかあれ、でもなんかね、うん、棒についたやつも入ってるよ。あと、これもあって、このまんまパチパチ。パチパチもするのも入ってるのかも。はい。そして、ワンタン。ワンタン、美味しそう。あの、脈絡はないですけど、今食べたいワンタン。まるちゃん。なんかね、ここのとこちょっと餃子が食いたかったんだよね。あ、そうなんだ。言ってくれたら思い出さないのよ。なんでだろう。いざご飯の時に。買い物に行った時とかに思い出さないんだよね。思い出さないね。餃子が食べたい時間帯があるんだね。うん、で、ワンタンはちょっと違うけど、ラーメンに入れます。え、ラーメンに入れるの？そのままじゃなくて、ワンタン入れて食べるじゃん。ほら、これラーメンじゃない、このまま食べられるやつじゃない。まあこのままでも食べられるけどさ。お、あん、はいはいはい、変なのが鳴り始めたけど続きますよ。これもあれだね、飾るやつ、はい、ハロウィン、はい、かわいいね、これ。ありがとう、ありがとうございます。そしてハロウィンになったり、ご飯になったり、面白い、ナバナ、ナバナの天ぷら、へー、あ、これはもうこのまま食べられるっぽいね。ほろ苦さと香りを堪能でき、ご飯の時に食べるのか、それともスナックなのかな。そうじゃない、スナック系じゃない。へー、ちょっと食べてみます、ありがとう、うん、美味しそう。はい、ということ、あ、まだありました。エコーバッグです。エコバッグです。はい、ジャン君とポンちゃんを混ぜたようなやつ。どうもありがとう。ポンちゃんは今日はチェックに来ませんでしたが、ジャン君が来てくれました。はいはいはい、ほら、ジャン君おいで、ほらほら、はいはい、ポンちゃん開けたら来る。はい、どうぞ。ジャン君、ジャン君、ほら、いっぱいいただいたんだよ、ジャン君。はい、ジャン君、シャン君も甘いけどさ、シャン君食べられないからね。うんうん。というわけで、どうもありがとうございます。こんなにいっぱいです。ね、すごいいっぱい。